満別ね、満別っつって嵐らしい世話した。やっぱりこんなに快晴やのに明日は明日釣ろうと思ってるのに明日は嵐ですか。勘弁してくださいよ。大の音いっぱい動いてるんですよ今日のために。まあ嵐を呼ぶ男やな。とりあえず今日はまあ移動ということで、うん、ね、夕方夜ぐらいか、はい、ホテルっていうか旅館に着いてってことですよね、うん、よろしくお願いします。明日の朝から釣りと、はい、なんかねさっきからねあのね、他のなんかものがいろいろ釣れる鮭とかがいっぱい釣れるとか言ってね、みんなね、なんか釣り好きのスタッフたちがね、こう意気揚々としてるんですけどね、関係ないですからね、それキングサーモンですからね、目指すは。え、そうそう、あれジャクソンですよ、ちなみに。運転しながらやるんだ。今までこのシリーズ一回も出てけへんかったのにね。こんな時だけいきなり来てね。でも多分これ何しに来たかって言ったら、あのツイッターのフォロワーを増やそうと思って来てるんで。ツイッターのフォロワーを皆さんに増やしてほしいっていうこと。皆さんツイッターをフォローしてあげてくださいってこと。あ、ちなみに僕もやってますんで。はい。逆にジャクソンが焦ってる。これだってね、ちょっとミスったらコロ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 って言ったさ。シャサトガワ。よし。シャサトガワ。近くないってこと。だいぶ近くない。こんな近くない。いやいや、景色見たいやろみんなと。とりあえず出ましょう。はい、出ます。よいしょ。ええ匂い。魚の匂いですか。師匠。おお、すごいすごいすごい。なるほど、この辺でねって感じ。どうですか。いい感じですね。これになった、はい、現に恐れなしで恐れなしで着いた。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやもう体力十分、まだ早いんでね、時間ね、うん、まだ早いけど結構、うん、暗いですよね。そうですね、明日に向けてちょっとね、兵器を養いますか。やってきました。北海道はラウスっていうとこですね。はい、やってまいりました。ついに来ましたよ。ていうかもうね、戦いはすでに始まっているとヒブと切って落とされてるんですけども、今ただいまお時間の方が6時、朝早く起きて夜明けをね、夜明けを見ながら、夜明けの海を見ながらこうすでに始まってるんですけども、今日はこちらでキングサーモン、夢のキングサーモンを目指して頑張るわけなんですけども、一応ですね、今日はまあ一応天気はね、見た目いい感じなんですけども、ちょっとね、川の流れというか、まあ、海が全体的に荒らしてるっていうことなんで、嵐の予感がするということで、すごいもうその荒れるまでに時間が、タイムリミットがもうすでにもう少ないということなんで、もう急いで釣らないといけないという状況なんで、こういう感じになってます。はい、まあ、とにかくにもね、でもせっかくここまで来たんでね、結構時間かかったんで、ね、
とりあえずキングさんも釣りにいよいよ始まりますんで、ぜひ見てください。はいはいはい。でもあれでしょ、コンディション悪いでしょ。コンディション、まあそのコンディションを読んだのは誰のせいやということですね。釣れんかな。え、どこにいる、どこにいる。そこを狙って投げろと。ほい、あ、行き過ぎ。いいとこですか。群れが行ったと。10匹ぐらい。どこや。わかんねえぞ。流された。まあとりあえず今ね、すでに一番最初のスポットでちょっと軽く小手調べみたいにねやりましたけど、ちょっとどうもスポットが悪いと。しかもいつもその場所にいると言われるこの常連のおじさんたちがいなかったということで、まあ、パチンコと一緒っすよね。やっぱあれですよね、お客さんが多いところを求めていくわけですよ多分。今おそらく人気スポットを探しても求めてると思うんですよ多分。やっぱもう地元の人の方が分かってるってことですよね多分。なんでまた今違うところに移動しております。こういうのを今日はちょこちょこ繰り返して、まあいいところを求めて、うん、ただあれですよ、あの濁流もうほんまに流されても全然おかしくないぐらいの足がねどんどん、いやほんまにね映像でどれ風に映ってるかどうか分かんないけど、うわっ、ああ、ああ怖い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 、激流やん激流。危ない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 、ちょっと待ってや。オッケーオッケー、いけるいけるよいけるよ。こんなもんでお前らみたいなね感じに見えたけど本気やんね。みんな結構危なかったもんね。中がちょっと深いところがやっぱね危ないですね。マジで足持っていかれる感じなんですよね。ほんまに踏ん張って踏ん張ってちょこ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 っていうぐらいの感じで行ってもちょっと危ないぐらいだったんで、いやほんまこれ大げさじゃないですよ。ほんまにね、この今ね特製のこれね、防水用のさらにこうつながってるこれね、な長靴ウェダーインゼリーえまあそういうことでそのこれがね足がねこう上がらないんですよ。もう結構バッチリなってるんで、まあこれも言い訳やけどなんで移動もなかなかなままならないっていうちょっと危険な感じなんですけども、ちょっとね気をつけてこれがほんまに衣装にならないように、本当の衣装にならないようにこう気をつけて皆さんで頑張っていこうと思います。はい、いいっすねー。どうすかこの風景ねえ、よくないですかこれ。いい景色っすよね。分からへん。え？
ほんまや。なんで？結構本気だけどな。よっ、ほら。こっちに来てるってことね。どんどんすぐこっちに来るってことで。うん。戻ってきちゃうと。ついたみたいですね、源さん。3つ目のポイントに。3つ目のポイントに。はい、また移動ですよ。ねえ、もう波が高くて、ほんまに釣りにならないってことでね、今からちょっとね、全く今、ラオスやったっけ、ラオスの海に来てたんですけども、全く逆のね、方向の、オホーツクですよね、あの有名な、オホーツク海にですね、向かって、逆に向かってこう走ろうとしてるわけなんですけどもね。結構1時間、ね、半ぐらいかかるということでなんですけど、まあまあそっちの方が波が穏やかで釣りもしやすい環境っていう、キングサーモン確率アップ、マジっすか、大型で期待度アップと、マジっすか、そういうのも好きっすよでも厳しいんですよ、とりあえず状況は。ていうか冒頭で言わせたんですけど、結構寒いんですよ。もちろん北海道なんで、皆さん伝わってるかどうかわからないですけど、この厚着でねごまかせてはいるんですけども、マイナス何度の世界ですよね、完全にマイナス5度ですか。でも今日はなんかそれでも波は高いっていうかね、海はあれやけど、
天気的にはいい感じでまだあったかい方なんですよね。ってことでこんだけ完全防御もしてるんで、こっから下がっていく一方なんで、こっから多分ブルブル震えるとガクブルすると思うんですけど、はい、過酷でございます。はい、ただキングさんを求めて頑張りますので応援をよろしくお願いします。はい、というわけでやってきましたよ。最後のポイント2、雨ですよ、雨、横殴りの雨ですよ。いや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 いっつって、ちょっとやっぱ厳しいみたいですね。ちょっと来たんすけど、頑張って移動してきたんすけど、ちょこちょこね他のポイントとかも様子見ながらね、その釣ってはる方の様子とかも聞きながらなんですけど、ちょっとね厳しいっすね。雨が降ってきました、さらにね。で、悪くなる一方ってことで、ちょっとね今日は残念ではありますけども、やるだけ無駄っていうことなので、はい、ちょっと1日目はこれで残念ながら引き上げたいと思います。以上、現場の現でした。わかりました。あー、うわー、俺の帽子が、違う帽子用意してるんで。あ、マジですか。はい、やばい、あの帽子がいいのに。あの帽子が良かったんですか。あの帽子すぐ助けに行ったら、助けられたかもしれない。いや、そうですね、ゲイさんが飛び込めば行けたんですけどね。こんなん危ないでしょ。あれはきつかったですね。あれはちょっと今までの血と汗と涙とですね、汗が、あ、ちゃう、まあ汗のみですけど、ね、塩吹いてましたもんね。裏の方塩吹いてました、塩吹いてましたもんね。どんな目にやっても大事に、いや、ほんまに使ってきたやつが、ファーストシーズンから自腹やからな、ね、うん、自腹でポーテンスや。あ、そうなんですか。そうっす、どないしてくれるんですか。いやいやいや、ちなみにおいくらしたんですか。何千円ね。何千円、そういうことじゃないですもんね。そう、お金じゃない、お金じゃないですもんね。プライスです、プライスです、うん、何言ってんの。あんまりちょっと涙が出ました。マジっすか。そうですね、あの時若干美味しいかなって思った。一瞬最初思ったんですよね。10分思ったんですよ、若干美味しいかな、うん、落ち着いたなと思ったんですけど、うん、後々考えたら、あ、もうあれが最後、もしキングサーモン釣れたとしてもあいつは一緒じゃないんやと思って。そうですね、まあまあ、でもそのね、うん、無駄死ににしないためにもね、その侍の魂を、ほう、無駄死ににしないためにもやっぱ明日は頑張らないと。
そうですね、もう最終日ですからね。無駄にっていうか、もうあれですよ、せっかく北海道まで来たのに何もなしでは帰れないっすよ。うん。すごいなってるやんか。とっとっと、今日は晴れるって言ったじゃないの、確か。めっちゃ吹いてる、めっちゃ吹いてる、おいおい。めっちゃ風強いやん。やるんすかこれ。やるんですかこれ。やります。やりますよね、もちろん。結構で。やらないわけじゃない。だって今日最後なんで。最終日。はい。マジかよ。カメラマンさんも震えてるけど。大丈夫大丈夫。マジっすか。わかりました。じゃあ今からOK。これからじゃあ昨日と同じ時間やけど。うん。ちょっと今が勝負ってことで多分。そうですね。釣れやすい時間やもんね。はい。OK。じゃあちょっと辛い状況ではあるけど、うん、頑張って、じゃあみんなで頑張って行きましょうか。OK、うん。キングさんも待ってるよ。今日こそ釣り上げてやる。来て。キングさんも待ってるよ。